皆さんこんばんは。私はサウジアラビアで日本国大使を務めております岩井文雄と申します。私は今サウジアラビアの首都リヤド郊外でございます、ディルイヤという町に来ております。ディルイヤはサウド王家発祥の地でございまして、この場所から、まあ、いわば由緒のある場所から大阪・関西万博の会議に際してこのメッセージを寄せる機会、これを非常に光栄に存じております。さてサウジアラビアにおいては2016年にビジョン2030という国家開発計画が打ち上げられました。その目標を達成するためにムハンマドサウジアラビア皇太子の強力な指導の下で、様々な社会経済改革が急速に進んでおります。そのスピード感、ダイナミックさ、まさに目を見張るばかりです。そしてこの改革を進めている人たちは、特に若い人たち、その目がですね、大変輝いており、それはこの国の将来を作る気概にあふれているものだというふうに感じております。私はサウジアラビアに大使として赴任してから2年9ヶ月が経ちました。この間、幸いなことにサウジアラビア国内の13の州すべてを訪問する機会に恵まれました。サウジアラビアは砂漠の国ではありません。3000メーター級の山、透明度の高い海、そしてもちろん砂漠、そういった地域ごとに異なる雄大な自然ございます。それに伴って歴史文化遺産もたくさんございます。サウジ人流のおもてなし、ホスピタリティをですね、そうした訪問を通じて、そして、感じることができ、またサウジアラビアの自然文化の多様性、これも体感することができました。サウジアラビアではもちろん日本と異なる文化があります。しかしながら年長者を敬うとか家族を大切にするといった、そういう価値観、これは共通でございます。日本と非常に近い、その親近感を感じた次第でございました。サウジアラビア政府は観光振興をトップアジェンダにしております。2019年の観光ビザ発給を皮切りに、急速にその開発が進められております。本年8月には日本の旅行会社によるサウジアラビアへの観光ツアー、これが観光庁の長官賞を受賞すると、発展が目覚ましくもあります。一方で我が国は本年3月以降、サウジアラビア給油者を対象に観光を目的とする短期査証、この手続きがオンライン化されました。結果として、査証申請数著しく増加しているところでございます。こうした流れの中で2025年大阪・関西万博が開かれます。きっと多くのサウジアラビアの人たちが日本を訪れることになるでしょうし、また2025年は外交関係樹立70周年の節目の年でもあります。日本の方がサウジアラビアに、ね、さらにたくさんいらっしゃることも私大使として期待しております。そのような相互交流が日本とサウジアラビアの相互理解の進化を促すと確信しております。2025年に向けて、両国の関係の一層の盛り上げに力を尽くしてまいりたいと存じます。ありがとうございます。